どうも皆さんこんにちは、アルデスです。今回はゴイドス城の様子を見に行ったのですが、結果的にカシャルジング前がすごく面白いことになっていました。ということで、何がそんなにヤバかったのか面白かったのか、見ていただきましょう。こちらの車両は普段、動画でもよく取り上げている秘術元 97-98F の、カシャルジング前の出場回数です。こちらはゴイド研修校での映像となります。この車両の後ろに注目してください。本来ならこの車両が出た後は、大体試運転とかがね、あるのですが、なんとかなり珍しい状態になっていました。まあ時々このようなことが発生するのかもしれませんが、はい、なんと珍しいことに、もう一つの牽引車である MF77-78 が後ろで待機していました。今出ていっている97-98は南大阪線の車両を、カシャルジング前で積み替えるため、そして77-78はカシャルジング前経由するため、カシャルジング前で並ぶことがあります。実際並びましたね。はい、このようにして、並ぶことは、まあこれも確かに時々ありますが、今回カシャルジング前のその構内では別の車両がすでに、別の目的での理由で、準備が行われていました。いろいろ作業がね、行われていたんです。それがなんですね、動画の、画面右側をちょっとご覧いただければいいと思います。まだちょっと映ってませんね。今ちょっとちらって見えたかもしれませんが、右側にハカルくんがいます。そうなんです。南大阪線検測のためにハカルくんも、カシャリング前で準備をしていたということです。かなりカシャルジング前の、建屋内が、こう騒がしかったですね、本当に。いろいろ忙しかったんでしょう。で、このカシャル線、南大阪線検測、古市へ一旦送り込みをしますが、その送り込みを昨年の8月5日に、私とローゼンで撮っていきましたが、上野台市駅で撮っていたんですが、2人ともこの写真に、まあ、ほとんど満足はいっておりませんので、今回はリベンジしていきました。ということで、上野台市駅の動画となります。ただですね、元を撮影してからですね、これを待ってる間の時間がなんと2時間ほどあるため、大変、時間を、潰すのに苦労しました。普段はですね、定期列車を取りながら時間を潰すんですが、南大阪線ダイヤ改正のため、かなり電車の本数が減ってしまったんですよね。で、この区間傾向などのダイヤ改正についてはまた別の動画で取り上げようと思います。いよいよハカルくんが来ました。いや、いい映像が撮れたんですが、写真ちょっと失敗してしまったんですよね。はい、ということで、まあ出来はね、多分去年の写真の方が良かったと思います。でもまあいい映像も撮れましたし、3人で行動できたので、本当にいい思い出がまた一つ増えました。カシャルジング前もね、非常に忙しそうでした。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。またいろんなね、近鉄の動画を撮影していこうと思いますので、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。以上、アルディッシュでした。